何かじゃあ自分でここは何か直したところで何かいろいろ注意した点とかってありました？スーパーの名前ぐらいでしょ。S マート、スーパー、そうですね、その S マート何、例えば日本のなライフとかそういうところに名前変えたとか。そうですね、そういったところにちょっと変えて、っていうぐらいかな、いくつか変えて。でも苦労したのはやっぱり歌詞なんですよ。歌詞は、歌詞すごい苦労、そこなんだ。難しいですよ、歌詞は。難しいです。ああ。それ単純に英語と日本語の、あ、混在してるんだ。混在ってか、混在ってことじゃないんだよね。やっぱ英語って短いセンテンスに文章として入れるんですよね。あ、そうですね、うん、で日本語ってまどろっこしいんですよ。その、なんていうんですかね、結構僕はって歌う中に、うん、アメリカだと僕は君が好きだみたいなのが全部入っちゃったりとかする、うん、言葉の差があって、うん、単純にそのアメリカってことはカナダの方で書かれたこの歌詞を日本語に入れようってすると入りきらないと思います。あ、そのメロディーの中に、メロディーに入らないんだ。入らないです。そこで早口、うんうん、そこをうまくその意味だけ抽出して、う、はい、要約してとか、ね、あ、要約しちゃうんだ。ポイントだけ入れて、だから英語だと割と文章にちゃんとなってるんだけど、はい、日本語のいいところはちょっと詩というか、うん、ちょっとその一個キーワードみたいなのをポンと言ってくだけでも意味が伝わるっていうか、いういい部分もあるんで、そういうことをやって、うん、直してったんですけど、でももう今現場に入って諸星さんすごい苦労されてるんですよね。すいません。ジョルダンは舞台の人間だから、はい、替え歌なんですよ。なるほど。基本的にでもそれを専門的にちゃんとこう音符に合わせて歌ったりとかした方が、うん、歌としては非常に聞こえがいいシーンとか。まあそうですよね、うん、だから面白い言葉考えられるんだけど、うん、歌う方は大変なんじゃないですか。大変そうですね。楽曲は本当すごくいいんですよ、うん、でもちろんその詞が悪いっていうことじゃなくて、うん、詞もそのなんだろう、さらにこの舞台を盛り上げるような詞の内容になってるんですよ、うん、なってるんですけど、うん、それがうまいことはめ込めないんですよ、うん、今難しそうですね。何曲ぐらい歌うんですか。僕で9曲か10曲ぐらい。そんなにあるんだ、うん、まあ、みんなの合わせてもっとありますよ。16曲ぐらい、ぐらいですか、ね、かなりしんどそうですね。しんどいです。今でも誰かリハーサルやってますけど、うん、はい、同じ歌で3時間ぐらいやってました。3時間もやってるんだ。ずっと聴いてるとまだこの曲やってんのかとか言って、レコーディング並みじゃないですか。うん、へえ、ほんとハマんないんですよ。そこはまあ難しさ、うん、だけど、そう、でも裏返すと、ね、それがハマっていくと、うん、いや、やったら面白いんですよ。本当に面白いですよ。だからまあこれから稽古が始まりますけど、 その中で説明しにくいですよね。まあ確かにそうですよね。だって単純によ、面白いんだもんってしかないの。面白いよってしかないのこれ、うん、まあ、説明しようがないですからね、もうこういうミュージカルとかね、舞台っていうのは、うん、映画が好きな人もイメージできないと思うんですよね、うん、そうですね、僕なんかもイメージできないですよ。好きな人でも、うん、これをミュージカルにするってピンと、うん、どんなんなんだろうとかって思うと思いますけど、ミュージカルになってます。ああ、いや僕もまだ海外でやってるの見てないから分かんないですよね。このさっき言った冷めちゃってる僕がですよ、うん、その映画を見ても何言ってんだよっていう僕がですね。そうですよね、やたらハマっちゃってますからね。そこがすごいなと思って、いや本当僕もそう思ったんですよ。これね、僕やられたと思ったの。本当に2人にやられたと思って、やられたって。で巻き込まれたっていう部分もあるんでしょ。もちろんもちろん、それありますよ。ありますけど、はい、でもどっかそのやられたって中によっしゃーっていうところはやっぱりあったりして、うん、ワクワクしてますよね。はあ、でまあ、でまだ共演者の方たちとのセッションっていうのはやってないんですか。会ってないですね。あ、いや、これからなんですね、うん、そうか、みんな驚きますよね。だね、諸星さんがこういうことやるんだって歌ってっていう